日本代表 D 板倉滉、トッテナム移籍の可能性浮上、ポステコグルー監督が熱望か。ドイツ一部ボルシア MG の日本代表ディフェンダー板倉滉、26歳がイングランドプレミアリーグのトッテナム入りする可能性が出てきた。すでに昨季リーグ制覇したイタリア一部ナポリのアウレリオ・デラウレンティス会長が獲得に乗り出しており、移籍金2000万ユーロ約31億円を準備していると報じられている中、 J1 横浜 M 指揮官でスコットランドプレミアリーグのセルティックからトッテナムの監督に就任したアンジェ・ポステコグルー監督が板倉に関心を示しているようだ。ナポリはクラブ主導っぽいけど、トッテナムが監督のリクエストなら全然ありだろ。センターバックで使ってくれるなら。ナポリよりいいな、セリエよりレベル高いし、監督が日本人のことを知ってるのは大きい。ポステコグルーに淡い期待してプレミア行きを夢見る報道が多すぎる。機種を買おうよ。行ったら代表の2センターバックがアーセナルとスパーズのコンビになってしまう。チケット代がドイツは安いからな、プレミアの半額以下だし。